できた。うわ、出来たてのベーコンって初めて見た。結構いい感じだな。はい、チーズも卵も綺麗にできてる。なんだそのチーズやら卵やらは。勝手に燻製を増やしよって、しょうがない奴らだ。藤先生こそ何ですかそれ。教材だ。発酵食品と加工肉との親和性を検証する。ダメな教師だ。もう勤務時間外だしな。いや、ここ学校の敷地内なんですけど。じゃあみんなで味見しようぜ。うわ、やったー。うわ、チーズもうまいっすね。うん、いけるな。先生もスモークチーズどうぞ。どうぞって、もともと私のチーズじゃないですか。これ厚切りで焼いたらもっと美味しいんじゃない。うわ、じゃあそこで出た油で刻みニンニク炒めて、ご飯入れて醤油チャーハン。超えるわ。殺す気か。激辛。うめえ。ほんとうまいっすね。乾杯。いただきます。まだいいんだよ。よう、今小麦畑の短期バイトでエゾノに来てんだよ。うわ、八軒の兄ちゃんだ。殺人焼きそばの人だ。なんかいい匂いするから来てみたら、これだもんな。いいもん食わせてもらったわ。